楽しそうですね。なんすか今日は。楽しそう。楽しそうですね。いやどうやなんかいつもと様子が違うからね。うん。うん、先にまず俺が強制初日やって気づけや。知らんわそんなもん。あマジで。やってるやろ。あこれサイド？サイダー。やってるやろ。いや前はお前すごいぞ。俺の今日のその根性知らんやろ。何が？これ、うん、初めてつけて。うんその数時間後にサンマごて言ってるからあんまりその口の状態がよろしくない状態めっちゃ痛かった本番中もそれなんだそれ痛いの、うん、その矯正することによって痛いここめっちゃ痛いほんでサンマごての本番中ずっと痛くて、うんまあ、それが関係してかどうか分からんけど、うん、あんま受けへんかったあんま受けへんかったもう俺はこれのせいにしたけどでもそいや浅間さんに言ったんやもう矯正して矯正した言ってないえ言ってへんかっこやろ言ったところで言ったところで変な空気になるやん。確かにな。何、はい、すか？今日はあの、はいゲストが、はい、はい、うん、来ておりまして、はい、はい、こちらの方が、はい、どうもー、はい、どうした、うん？森田さんのガチャバファンだったんですけど、すまんな、なくなるんです、ね。ちょっとなくなるんだよ。ダブル優勝おめでとう。してへんねん。いやなんか明るさ、してへんねんおい。ダブル優勝したんじゃないですか。刺せ。いや刺せ。男が言う言葉に刺せ。袋が言う袋の口癖や。刺せ。言われたら一発でやる。いや、携帯の予測変換さでも出てきた。刺せ。びっくりマーク。すいませんね昨日ねあの人を終えたばっかりで。申し訳ないですね。応援ブースからありがとうございました。はい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 。汗かいてました。誰よりも。お宅の不和がね。すいません。大暴れしてましたけど、はい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 、なんすか今日のあるじゃん、まあ、ブクロさん、うん、思い出さないですか、はい、思い出さない二人を見て、うん、二人を見て、はい、いやいやいや、あの、あれもやったよ、この間は、うん、なあ、また、うん、二人結婚してから、裏さらばの方で突撃しましたから、うん、はいはいはい、おー、そこまで思い出してるやん、思い出してるんだよ、なんかそんな古い話でもないやっぱ昨日、W はどう見てたんですか、確かにね、その、やっぱりキスした女が決勝の3組残って、どう見てたの、見てないんですよ、そうでしょ、ごめんなさい、録画はしてます、休みやったやん、録画はしてます、休み、休みよ、クソ休みよ、昨日ゴルフ行ってました、はい、いやいやいや遅いっすよ、うん、8時とかですよ、うん、そうやな、オンエアは8時やな、ゴルフの余韻を浸ってました、ね、余韻に、はい、余韻に浸ってましたね、はい、いやいやこいつらの出番なんか10時ぐらい、10時とかまだまだ浸ってない、楽しかったなっっ、そんなに楽しかった、いやいやそうそうそう、昨日千鳥のノブさんと初めて行ったから、そういやよかったノブさんと行けて、いやそのいやノブさんマウントでは乗りもならんて、いや今日も見れたやん別に、確かに、いやいやいやまだちょっと置いたらそのいい時間に見ないとな、置いてあるから、置いてあるから、うんゆっくり見させてもらうから、お前キスした女が決勝3組残ってない、そういう風に思ってへんねん別に。はい、俺はほんまにあのちゃんと配信でも言ったし、何をこれ優勝したら袋のおかげやでって、なんでキスしたから関係ないよ言ったし、あげちんやない、うん、じゃあ裏さらば以来の A マッソってことね、まあまあ一昨日やってはおるけどな、あの収録でな、うん、何をその A マッソで、うんうん、裏さらばの、うんね、ラジオ突撃したじゃないですか、うん、MBS ラジオに、うん、その帰り際に、うんまあ、また今度、うん、祝儀な、うん、あー、はいはいはい、はいはい、すいません、どうもどうも、あ、すいません、本当にゲリラ的に来て申し訳ない、すいません、おはようす、あ、もう帰るから、いや、ごめんごめん、なんか、な、仕事中、ごめんな、ほんまに帰るから、申し訳ない、いや、そりゃそうよ、だって、こんなもん、ごめんごめん、邪魔したわ、ほんまに、すいませんでした、ほんま、あかんて、あかんて、ちゃうやん、まあ、今のキスは、じゃあ、祝儀ってことで、はい、いただきました、改めて、改めてな、またな、裏さらばのちゃんとカメラに映るように、うん、声乗るように乗るようにオンで、はい、うちもらいましたよ、あの時、え？ノーモン、そうそう、お前はな、お前はな、一番いくら、それ、いくらな、お前の中でいくら換算、ゴーゲーマン、豪快まあ、まあでも言いましたよね、うん、はいはいはい、確かに、それは一向に戻ってないですよ、うん、そう、おとつい収録しちゃって、そうです、全然、いや、おとつい A マスがおることは分からなかったから、俺知らんかったから、だけどライブも一緒、あ、あげるあげる全然あげる、あ、まあまあまあ、あげる気はあるってことですよね、全然あげるよ、あ、乗り気です、嬉しいですけど、うん、自分前で、なんで、まあ、なんでいやいやいや、俺あげるって言ってないやん、
いや、言いましたよ。いつ平等のトイレすれ違う時に、あの、主任やるわって。あん時は、あの、楽屋に、あの、平子さんとかもおったから、うん、なんか、ちょっと、それどころじゃなかったよ。平子さん関係ない。関係ない。それどころじゃなかったよ。主任やるわって言いましたよ。いや、言った。完全に言いましたよ。え売れるな。違うよ。売れるわ。違うよ。それは違うな。売れるな。ナメちゃん説明して。ナメちゃん説明して。だから違う。言ってるんだ。ナメちゃん説明して。まず、まあ、じゃあとりあえずじゃあ、うん、こちらが用意したルールをご説明します。はい、人生ゲームって、うん、まああのお金をね増やしていって、はい、最後あの億万長者になる。億万長者です、ね。っていうゲームなんですけれども、はいうん、今回は、うん、この単位がドルになってるんです、はい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 、これを円に置き換えます、うん、そのまま円にね、そのまま円に、えーうん、えぐいです。ただそのままやで、ね、だから8000ドルなら80万じゃないよ、8000円、円ドルのところを全部円に変える、はい、で、人生ゲームをやって、うんうん、A マッソの2人、はいはい、稼いだ額がそのまま袋から収入もらう額になる。マジで？マジで？ほんまにくれるの？やった！おお、それはあげるよ。あれ？でもこれ、でもただこれ、これ、俺が思ってる額より下回ることあるんちゃう？うわ、何それ？いくらあげようと思ってんの？10万ずつあげるよ。え？あ、袋。全然下回らん。せやん。そんな。ちょっと待って。全然下回らん。大丈夫。1、10、100、1000、万、10万。これ10万。1等の時点で10万。10万。いや、それおかしい。いや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 、おかしくないよ。いや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 。のそれはそうやな。行く。あったー。いや、それは。違う、お前な、毎回そうやね。前の裏サラバもそうや。生きた罪が全部来てる。これは一番の罪が。いや、なんでそんな生きた。衆議10って相当やで。そんなもん、怖いね。俺はだからそれを下回らへんけど、上回りもせえへんよって感じで10万って言ったよ、俺は。でもお前は息って、下回るんちゃうって言ったよ。いや、そんなそうじゃん。いや、息切ったお前。で、何ですか、ほんで。で、ただ、もらえるわけではございません。はい、何、うん、さらば VS A マスです、うんはい。プレイヤーは森田、うん、A マスの2人です。うんうん、加納、村上、俺ね。はいはい、うん、プレイヤーは、はいはい、森田さんが1位、うん、額ね、うん、額が1位になれば、うん、祝儀はなしです。だから袋を救済するのは俺が1位になればお前は1円も払わんで。いや、俺もやりたいやん。何がやりたい。いや、お前が人生ゲームやりたいやつおらんて、あんまり。いや、そんな頑張ってとか。いや、俺もやりたくもやりたい。やりたかった。違う違う違う。やりたかった。いや。俺見てみとくだけ。おい。で、いくらなるかなと思わなかった。いや、ブレんのよ。ブレんねん。そのやりたがられても。だから俺が別に1位になっても関係なくでええよ、それは。何が？やりたいだけ。やりたいだけって。やりたいだけって。まあまあ、いや、漏れたかったらじゃあなしな。何やねん。何や、その、なんか乗っかったるけどみたいな。ええよ、ええよ、もう。乗っかったるけどみたいな。え？ややこしいやん。ややこしいよ。でもなんで森田がその、祝儀をあげへんっていうのは。じゃあ、お前はやっぱカメラの前で生きったから、それの罪なのよ。ね、でもこれでまあ最終的にまあ祝儀あげるってことになるけど、うんうんうん、え、お前はじゃあほんまにここで何もなかったらあげないってことですか、うんうん、いや、俺はもう裏で渡すから、ちゃんと、ま、マジですよ、えマジですよ、じゃあブレるから言ったんでしょ俺その時にはこの企画思いついてないからいや、そら知らないです、前後は袋がこんだけやりたかったのがすごい面白いから、うん、今からちょっとルールもう一回考えたら、うん、もう一回考える、うん、袋やりたい、4人でやりたい、やりたい、ほんならやれや、うん、俺やらんわ、じゃあやらんねや、うん、いやでもお金は袋から出る。いや、森田さんはやりたいはずですよ。いやいや、俺らそんな無邪気なコンビちゃうから別にお前とやりたいわやろう4人でやろ。一緒の車乗る。何？一緒の車に乗るの？どういうこと？4コマ。長いって4コマは。1チームにする。チームでいいんじゃないですか。額は減るよ、でも。
もう折半で折半で全然ああ、そうやな、うん、確かにでもみんなできるってことねできるそれが一番やなんでやるのなんでやろうやめっちゃ優しい違う、そんな顔してるいや、やりたいなんて言うと思わねえやん当たり前ややりたくないやんのお金ちょっとさ、いやいや、古来からあるお笑いのリアクション覆すんやめてやん打ち合わせしといてください、いやいやいや、そこいつにはダマやからさやりたいなんて言い出すと思わねえやんそこは、ラメちゃんがやりたいやいや、もうこれ蹴られる思ってたやんまず蹴られると思ってたんや楽しそうや楽しそうや、ね、楽しそうや色取りいやマジなんかさなんかさ友達の弟がわがまま言うてるみたいなさなんかうわ俺僕もやりたいとか言ってうわ他人はこいつっていうさあんま言われへんしいや本来4人でやるゲームやねんこんなもん、ね、人生ゲームなんかそ う, そうやだから多い方がええねんこんなもんなチームやりましょうやりましょ う, しょうその代わりああ、さらばチームが勝った場合は、うん、A マッソ衆議なしですよなしか、うん、そうやねお前確率が減るってことですよね、うん、えこれさ1位で上がっても、うん、あれやんな額が多い方が勝ちやから着順じゃないですあそっかあ、ね、そうただ1位で上がったら、10万円のボーナスがあるってことですね10万10万円でも払う気あるからこれ10万円じゃあやりますやりましょうかいや回したいのなんだいや、そろそろ当たり前やこれ回すのが人生ゲームじゃやれや、俺そんなやりたないよルリカウ、ルリカウ、ルリカウ、ルリカウで、お金はお金は袋お金袋リアルじゃないいやいや、リアルリアルやからおもろいリアルおリアルじゃ袋のね、今いくら持ってる袋袋の額からやってまず袋そんなお前現金主義やねんからさ現金主義こいつ加藤ちゃんぐらいあの入れてるから財布にカードとか加藤ちゃんぐらい入れてるからカード使わないんですか綺麗なお札すごいリアルいやいやいや令和にも金の額ちゃうのよみんなカードでやってるからコンビニで毎回20万おろす加藤ちゃん加藤ちゃん先行でいい？ A マッソ。いや、それはいいよ。それ、それはいい。あ、でもあれじゃん、毎回これを回して大きい数字の方が先行やんな。人生ゲーム。ああ、そうなの。俺らそんな知らんから。知らんルールやりましょう。詳しい。大きいやつからやん。なんだその。大きい数字すごい企画に寄り添ってくるやん。じゃあ A マッソ回せや、とりあえず。でかい方が。でかい数字出たら先ですね。うわぁ、でかいなぁ、はい、俺やらせた気持ち悪いな、こいつおい最後までやれやん最後までなぁじゃあ、もうブレんなよいやいや、ゆるうわ、何やってなんなん、お前、ゆるえ、なりたいやつのゆるさ、ちゃうでいや、それが調達時点10ぐらいから思ったけどおっしゃじゃあ、うちらからいっちゃいますなんか親戚のおっさんでやってるみたいよなんかいけいけオレンジ、はい、最初にビジネスコースか、ああ選べるってことね日本食コースか選べるでもそれはさ出してからでもいいってこと出してからでもいいお前すぐ給料日あるビジネスですよねでも専門職ってことはちょっとそうだ6引いたらすぐ給料日やるなるほどね、うん、うわ惜しい数字やなでも7ねどっち行くの あ、お前お前医師になれるぞ医者医者になれる医者で医師になれる確保給料2万円気に入れば職業カードを取り6マス進む気に入ればって何気に入ればで気に入りました医者ちょっと一回これもらってどう、うん、どんな感じ気に入ってるどういいよね何でえ2万何で判断するのでどんな絵なんそれ気に入ってる何で判断するの気に入りました。気に入った。シュンピーの給料いくらですか？2万。2万円。イエーイ。まだ一投目やろ。金の匂いや。これやばいな。はい。で6マス進むの？6マス進む。6マス進むんや。でどうぞ。すごい。これどうなんすか？1、2、3、4。あれ？給料日？マジ？もうもらえるの？え、5000円。5000円で生命保険に入れるから、うん、お前らはそれ5000円で入るかどうか、うん、入っとくえ全然いいじゃあ、了解1万5000円了解、うん、この5000円はそっちに行くのどこに行くのこの5000円戻ってくるんでしょ
両替してあげて。で、2、3、4、5。で、これなんかもらえるの？生命保険のなんか会社だね。生命保険か。ちゃんと揃えるタイプの。気持ち悪い。で、俺ら。はい。はい。ブクロ女行けよ。入っとこ。生命保険。あ、8。8、あ、でかっ。どうする？あ、タレントになれる。やっぱり。やった。初期衝動やな、やっぱり。で、給料ルーレット回し、出た数かける2000円やな。気に入れば、職業カードを取り、まとこます。ええんじゃない？え、タレントになりたい。なれる、なりたい。タレントになりたい。っていうか、もうお前がやってるやん。俺なんか、甥っ子とやってるみたいな。タレントになりたい。当たり前やん。で、これ回すとね。かける2000円な。どうや。3万やから、6000円。儲からんタレント。はい、6000円。はい。なんか自分の金やん。6000円。はい。生命保険、入るか。入る。じゃあもう1000円や。結局1000円やん。お前タレントか、ほんまに。いや、入っといた方がいいです。入っといた方がいいです。なんかな、タレント志すやつが。保険ですか。はい。じゃあ、次行きます。おい、めっちゃ行くやん。行くね。2、3、4、5、6、7、8。あれ、終電を逃した。3000円払う。最悪。車やろ、医者は。確かにな。いや、だから非常勤とかなんじゃない。まだ非常勤。これここに置いたらいいの？それは、そうですね。これどうなの？銀行。でも袋が銀行やから。そうだね。え、俺引いていい？はい。引くって言ってるんですか？引くじゃないからな。8！ 結構でかい。1、2、3、4、5、6、7、8。一緒や、一緒や。はい、終電逃した。もうないかな、もう。マイナスや、マイナスや。どうすんの？借りますか？2000円。これマイナス2000円、今借金状態やったね。はい。安定しない職業ですね。まあ、駆け出しやからな。かわいそうですわ。駆け出しや。いいよ。いくよ。よいしょ。はい、来た。お前強いな。出すもん。出すから。どうすんの？行くよ。いや、行くよ。どっちに？トレジャー。これトレジャーエリア。ドリームトレジャーエリア。ハマりすぎますとかもあるからな。うぅ。でもあれやで、これを早せんと。まあな、やけどもらわれるんで。出すんで、黙っといてください。ごめんなさい。じゃだからな、あれや、10万以上もらえるやつがあるなら行ったらいいんじゃん。うんうん、10万。1着4万もらえるの？これお前4万か。お前ら感覚バグってきてる。4万やぞ。おい、ちょっと安いんじゃん。お前ら現実見ろよ、ちゃんと。な、昨日1000万逃してんねんから。な、もう現実見ろ。行ってみよっか。行ってみる？どっちに？トレジャー？ドリームトレジャー。ドリームトレジャー。行ってみます。はい。で、ここですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8で。はい。オークションの高値更新に思わず熱くなる。1万5000円払う。ないやん。だからそれを犠牲にしてやろ。そっからまだあるってこと。一回借金するってこと。うちら一緒やん。いける？出ますと借金ない。借金ない、ゼロに戻る。じゃあまあゼロ。3000円マイナス。3000円マイナス、2000円マイナスか。の俺らね。いくよ。あれ、漏れちゃう。いや、そのさ、ブレンといてくれへん。その、これに熱いやつなら、その熱いやつでちゃんと反応してくれ。一生のどっちでか分からない。楽しみ減らすかもしれない。そう、なかなか、いくよ。はい。おい！でも、結局ストップでしょ？何が？こっち行かない。まあな、どうすんねん。でも、そんなもん、俺らは早くゴールすなあかんねんから、阻止するために。こんなん言ってる場合じゃないんだよ。そう。あー、トレジャーできますからね。あー、トレジャー、トレジャー、トレジャー、いいの？ドリームトレジャーいいの？行った方がいいんじゃない？うん。いや、これだってさ、結構もらえるで、これ。ドリームトレジャー行ったら。行くかんなら行く。うん。ほんで？その番になったら進みたいコースを一つ選んで、ルレット回す。ああ、一回回す。一回間違いなく。これ回す必要ないんちゃう？ないな。結局ないです。はい。ドリームでも一応回すよ。楽しい。袋怒るぞ。多めに打ち回させてもらう。袋が怒るぞ。うちのめどりやん。何や？5。はい、ストップ。はい、一緒ね。ルーレットの数だけ。で、次、だから。俺らからね。はい。
回してください。それうわ、1! いや、出した1出した、いやいや、でも全部もらえるよ。どこ進むかやな。あ、でも…でもやっぱエンタメ…いや、タレントでしょ。エンタメコースじゃないもん、俺は。どうなん、エンタメコースの方がええんちゃう。エンタメコースしようか。はい。ダンスパフォーマンスに挑戦、8000円。あら8000円もらうやから。天然素材やんか。これで天然素材。天素や。天素に入れた。入れたんや、すごい。やった。4、5、6、6000円なんだ。6000円、2000円、2000円。はい。で、Aマッソ。よっしゃ、やっぱあんま出さなくてもいい、うん、いい、そうそう、うわ、10? いや、出すぎちゃう、もういっちゃったんじゃん、うそ、分からんけど、ドリーム、トレジャーエリア楽しめず、いや、お前やばいで、ね、やばっ、ゲロやばついに貯金に手を出した、3万払う、うえぇー、やば、お前やば、はい、マイナス、マイナス3万3000おいおいおい、おい3万円してくれよ、はい、はい、袋、え、これもでんで何か言ったルートの数だけ進み止まったマスの指示に従ったら、あ、現実への戻る、もう戻らなかった、あ、一回しか行けない、うん、あ、そういうことね、え、戻った上で、そうなんで、もう一回回せるんだよね、で、さらばね、あー、そういうこと、いや、もう一回、うん、いきますよ、はい、なぜんだらば5 1、2、3、4、5、お、ペアルックで取材を受ける、うん、1万2000円もらう、何ペアルック、だから俺らはその、あの揃いの衣装で、あ、そっちなんや、はい、そうです、同じ靴までは変わらない、変わらない、駆け出しやから、浅草着ていいんすよ、うん、1万2000円、1万2000円、ええやん、お、結構捕まってるよ、ちょこちょこ、やばい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 、はいはい、マジでこれ10万も失うし、そうね、もうじゃあうちらもここになるね、そうね、はい、はい、個性オッケー、お前らすごいな、10ね、1、2、3、4、5、6、これどっち行くの、踏まない踏まない、ここ 7、8、9、10、あ、ストップ、結婚、あ、おえー、よかった、よかった、ありがとうございます、タイムリー、まさしく、まさしくな、ご祝儀じゃん、それこそルーレット回し、出た数によってみんなからお祝いをもらう、うん、ということで、ピンは、ピンね、うん、これ、これ今これカメラここをグってアップにして木村カエラ流せますね、うん、編集中そんなもん、編集中バタフライいる、バタフライ、お前の旦那の顔写真だけど、やめやめあ、木村カエラか、加納の旦那のバンドの曲なんですラジオ、ラジオパセだから、1か2よ、うん、いける、え、出せる、どうする、出せる、いく、1か2よね、うん、90やったらもらわれへん、うん、あ、6やから2000円、ほんとはマイナス、こっから2000円上げるってことね、いや違うよ、こいつらマイナス3万3000円もん、だから今マイナス3万1000円、でもこれは違うわ、みんなからやから、俺のとこからは出なあかんからね、こちらは、うん、2000円、3万1000円なの、3万1000円、幸先悪いね、めちゃくちゃ良くないよ、選ぶのは次ってことですか、次、はい、俺らもまあ、俺はマーシャ止まるよね、多分8ってことはもう止まるね、うん、はい、我々も、はい、結婚、あら、おめでとうございます、おめでとうございます、これも、これは何の曲が、夜行線でお願いします、夜行線自殺しがんかもしれない、夜行線、夜行線、はい、おー、なんぼ、よし、もらえない、9か10来い、9、10、9、10、4、3000円、わぁ、うちらまた3000円、マイナスやちょ、全然あかんやん、お前らさ、やっぱり3万4000円マイナスになります、めっちゃエコいな、今3万4000円ね、3万4000円めっちゃエコいな、エコい、ね、袋がやりたいって言い出したからやマジで、まあ、そうっすね、ねえ、ほんまに、そうっすね、楽しめてるやん全然楽しめてないよ、めちゃくちゃ時計見てまいますね、あと何時間かかんねやろ、はい、じゃあ村上、はい、8、8、でかい、お前らでかいのは出すよな、どっち選ぶねん、あ、そうか、これいやいや、見たらいいの、8で、じゃあシティコースに、シティコースで、シティコース、なんと業績アップ、うん、8000円もらう、青い食は青い、青い、青い、1万2000円もらう、入った、ということは1万2000円やから、うん、
2000円になりました、借金が。バリチマチマ借金減らしてくれる。はい、プラスいけよ、お前。でも大丈夫。1。1どう ?1 どう。いや、どう、両方払う。一緒やん。ああ、払える。一緒か。でもなんか、ピンクがあるけどな。うん、カラオケでストレス発散、1000円払う。はい、はい、はい、よし。何歌うんですか。キンキ僕らは、はい、7、はい、さあ、またここの分かれ道やな。進路変更する 1、2、3、4、6、7、夢叶います。えぇ、ー、何それ。さんまさんやん、夢叶える。正月やってるけどね。これあんたの夢叶えたろか。スペシャル子供まだいらん。子供、子供ってなんか乗ってくんの、後から聞いてくんの。なんか人数分だけなんか。そうそうそう、うん、まあでもまだあるよ、その子供チャンス。そっか、フリーターはビジネスマンになれるって。ほんでこれ何、医者はどうなるんですか。あ、職業ランクアップの場合は職業カードの、うん、を裏向ける。あ、ちょっと待て待て待て、行くねんな、そこ。行きます行きます行きます。子供か、うん、うん、ハラミか、女の幸せか。そうやな、その仕事か。ここでだいぶ変わってくるね。どっちですか、A マッソは。え、これ現実、現実。どっちですか。もう考えんの。いやいや、仕事選ぶ。産休とか取ります。いくよ、ピュー、夢叶います。じゃあめくる、委員長。おぉ、やりました。はい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 。あ、給料が変わります。給料日のところで給料がこのってことね。リンゴ姉さんになってんの。リンゴ姉さん。これってさ、でも給料日止まらないもらわれへんの。もらわれへん。そっか、通るだけじゃないのこれ。どうなの。給料日の赤い街に止まるか通り過ぎたらその度に給料もらえる。ちょっと待って、おい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 、先ちょっと待って、ちょっと待って、ここはいけるから。ここへ通ったぞ。ここや通ったら。いや、じゃあお前らこっち行ったやろ。通った通った通ってるやん。で給料日その時はでもまだ2万やろ。そう、2万円減らせ。え、じゃあ2万減らせ。借金だから今は、2000円。あ、そうやね、来たね、来た来た来た、2000円。2000円や、医者で借金やからな。はい、結構ね、まあ、俺嫌なこと、急に設定のこと。いや、こいつなりに楽しんでるから。ちょっと大きい数字だ、ちゃんと。10! いいよ。1、2、3、4、5、6、7、8、うわー、9、10で、まず給料もらえるやろ。給料いくら、タレント。あれよ、ルーレットかける2000円。そうや、ルーレットかける2000円。はい、行ってください。うえー、2万円。で、プラスご近所から大量のお裾分け2万円もらう。めっちゃ4万円。4万。うーわー、めっちゃ来てるやん。はい、お前なんや、お前なんや、お前態度悪いぞ。だいぶセコやぞ、お前。全然よ、態度悪いぞ。全然よ。なんで全然なんの、あるある、なんなん、人生回し方なんなん、なんなん、逆じゃない。逆だよ。違う、あ、逆や。こっち間違えろ。こっちがあれで、楽しい方で、こっちはあんま楽しないやつ。やりたないんだよ。どうなん。いやいや、まあまあ、これもこういうのも別にあっていいから。じゃあどうすんの今の。あり、5でしたか。5や、5や、5にする。もう一回回すよ。逆やな。なんで決まりできへんだろ。お前全然楽しまれへん。え、なんでよ。さっきまでできてたよ。わざとなのか。何なの、お前。こっちや。眠たい。眠たい。眠たいよ、理由な。なんでこんな時間にこんなことさせる。確かに。あなた方のためですから。一番正月っぽいな。あなた方のためですから。はい。おい、やるやん。9、1、2、3、4。あ、ストップがあるわ。ストップ。何？ほんで給料日ですわ。すみません。給料日。何ぼら？2万。あ、5万。あ、うわ。だから48000なる？しゃあ、プラスや。ちょっと急に来たね。万札でいいですか？え、じゃあ多分ここでストップ。ストップですよね。はい。はい。で、5か？はい。何ぼや？8。もうこざやんな。そうやで。うわっ、もらうや。珍しいカブトムシを。いいな。3万もらう。めっちゃええやん。3万。
八で。え？1、2、3、4、5、6、7、8。払うやかん。一万円。キャリアアップ。キャリアアップやろ。お前ら目先しか見てない。1、2、3、4、5、6、7ストップや。うん。先を見た方がいい。うん。でももう、ね、なんか遊んでる暇ないと思うね。いやうちここだけ行きたいな。ギャンブルエリア。ギャンブルエリア。眠たかったんちゃうんか。え、でもさ、ギャンブルエリア早く行くやん。そうそう、だから。ここはもう一回捨てるか。いいの、もじゃあ捨てて1万払う方がいいってこと。これを、まあ、ギャンブルエリアにいち早く行きたいってことね。行きたいっていうことね。ここ大事な気がする。ここ大事な気すんのよな。さっきまで。いや、いいか。私は10万を早く取った方がいいと思うね。じゃあ行こう、行こう、うん、だからギャンブルエリアに行かんってこと。行きません。あ、キャリアアップね。行きません。はいはい、で、1、2、3、4、5、6、7、8、一回これ払います。はい、はい、増税前にまとめ買い1万円払う。はい、これはこっち、はい、こっち、はい、はい、俺、はい、これは、だって結局ストップか。そうですね。はい、1、ちょっとやばいぞ。あ、毎回一緒か。そうでしょ。ランクアップ、うん、給料日、はい、ルーレットを回して、うん、ランクアップ、うん、ランクアップしていい、ナンバーが出たら、ランクアップナンバーが出たら、何番なら上がる。そうそうそう、上がれてるの。ランクアップナンバーね、2から9です。おお、めっちゃええやん。めっちゃあるやん。うん、じゃあ行くで、うん、もういけんじゃん、これは。嘘やん。おい、1、2から9、1、1。ごめんごめん、売れへん売れへん売れへんな。無理無理、まだまだ不遇やわ。でもまあ給料はもらえるんと。給料日は、はい、給料日は、給料日はかける2000円。はい、お前給料日いけよ。いや、もう結局これで10億円で、これで10億円。うえー、やばい、持ってないな。2000円。はい、いいですよ。5、2、3、4、5。うわぁ、なに交通事故。うわあら、うわ、自動車保険を使わなければ4万円払う。うわ、保険、保険入ってないけど、生命、生命保険やけど、自動車保険とちゃうの。違うんや。うわ、4万その前に給料日1回あるから、あ、5万はもらえる。5万はもらえる。1万プラスでした。じゃあ1万円もらって、うん、ちょっと待って、株券を買えるって書いてるけど、それは止まらない無理。え、これ給料日のとこは止まらない無理。給料はもらえるけど、どう、給料もらえるけども書いてるやつはあかんってことね。そうそうそう、でほんま、これ通っただけで株券も買えるんじゃない。違う、書いてない。株券を買える、そうですね。え、通っただけで、うんうんうん、通っただけで、うん、じゃあ今までも、ちょっと待って、さっきのおかしいよ。今までもおかしなってくるね。今までもおかしなってくる。いいよ、お前さ、火災保険やったことあんねやったら、お前もう言えや、もうちょい。お前それ知らんよ。ちょっと待って、火事とかになる可能性があるんやったら、火災保険さっきの入っといた方がいい。でもそれややこしいから。火災保険はもう入らんじゃん。いいよ、いいよ。そこは、そこはなしにしようか。何、何、何。でも株は、あの、後でお金になってくるんで。で、うん、そんなややこしちゃうか。だってここで株チャレンジとか、株チャレンジがあるから、買っときは2枚まで買えるから。いや、だから1万円もいらんから、2枚。株券ください。やっぱ主婦のなんかね、このなんか堅実な感じというか。株券をください。2枚。2枚。はい。で、はい、それでこれで OK。まあ、どうなってんの？減り。今誰の金が減って、誰の金が増えてんの今？はいはい。はい、じゃあ袋行けよ。俺らどこにおんねん今。あそこか。うわ、3。3。どうします？あ、どっちも払うやけどな。でももう早ゴールしよう。これ1、5。お前さ、そんな好きなくせに早くゴールすんの。こっち行ったりせえへん。もらうよ。いやいやいや、もう早く行こう。もうで、なんぼ払うん。ランチ代が浮くよ、これ。うん、こっちもあるで、お前。あ、ええ、もう時間ない。これお前7000もらうから。時間ないって言った。何やそれ、時間ない。時間ない。時間ないやつの言葉じゃないで。何や、時間ない。最悪。時間はお前腐るほどあるやろ。ある。もうちょっと飽きた。え、やば。最悪やな。なんなんこいつ。はい。最悪や。5000円払う。絶対勝てない。なんなんこいつ。お前がやりたいって言い出すからこんなことになってる。友達の弟からおじさんに変わった。なあ。ほんまや。だるめんどくさい。あ、3万5000円や。7×5000円。やば。何が？あ、3万5000円。3万5000円払う。いや、えぐ。出た数。はい。かける5000円。5000円払う。3万5000円。そんなこと言うからですよ。前バチ当たったわ、すぐ。
ほんまに親戚のおっさんみたいな。めっちゃやな。ほんまになんかうちらも付き合ってもらってるぞ。そうやな。なんかね。うん、いやいや、やってないやな。行こう。もうスタンスどれか教えてくれよ。わかんない。うわ。どう。あ、ゲーセンで神と呼ばれる3万もらう。やったー。え、院長が。院長ゲーセンで神って呼ばれる。しゃあ。やばいな。もう逆転や。あ、ごめん。うわ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 眠たい眠たい眠たいの楽しくなってきた楽しくなってきた 4! え、俺らはこっち1、2、3、4あ男女の双子が生まれ生まれのせいみんなからお祝い2000円ずつもらう男女2000円ありがとういや、家族分かけるなんかとかが多分あるんやな最後な最後な、うん、いけカブチャレンジ行こうカブチャレンジ行こう2あ、いいカブ券を2枚もらえるおしゃあこれさ、カブ券って持ってた方がいいんやろな最後にあのここになんか ね生産するんやろ生産があるんですよ、うん、なんかエマスと調子のようなって言いないんかこれはいいんですよ、うん、いいですよ、はい、袋うん、もう飽きてるやんマジで2 え違うって逆やん何なんだよもうお前やめろやんおいもうやめろやめろやめろなあもうええやんお前銀行だけやれやんなんかすごいことになりましたほんで何何何バナナの皮で春に転んだ生命保険を使わなければ4万円払うでも生命保険あってたよね入ってない入ってないです入ってないタレントは入らへんって言いましたよえそうやったいや入ってたよ入ってたよえ、タレントやのにこいつ1000円あ、ほんまや入ってた危ねーおもんなおもんな入ってんのかい入ってんのかい花大さんとか入ったからね、知らんわ引いてくるやってる、日々やってるやつな何やねん入ってないっていう展開の方がええやん絶対になあ、おもんないわこいつ入ってんねんタレントで絶対めっちゃ盛り上がるとこや入ってなかったそれ計算して入ってほしくなかったのよそうやな普通はな全部狂わしてるわお前取れ高やぞ都民共済入ってるもん都民共済入ってるからこんなバナナの皮転んだとこもオクラですよそうオクラやなタレント的にも体あっての原因やからタレントやからはい確かに2 2ちまちま言ってまんな1 2あ、大丈夫です家を持ってたらお金を払う家はやっぱ欲しいよね欲しい5 1、2、3、4、5ゲーセンで神と呼ばれる3万もらうあと給料日です給料日株券買えますよ、2枚まで株券買うんか袋1枚5000円株はいらんやろまあまあ生命保険入るぐらいが堅実なやつやからね3万買った方がええで給料日やろまだ食べたやつだっけ3万でで、かける2000ルーレットかける2000円10出したるやん俺がほらー来た2万2万いいよいいよ今どのランクのタレントなのこれ今まだ宮下草薙ぐらい宮下、まあまあやん、ええやん、売れてるやんおい、ここ行きたいな今日止まる、あ、ここは止まらへんねやまっすぐ止まらんとダメです8ね1、2、3、4、5、6、まず給料日8おいっ子に借金を引き継いだ約束手形がある場合すべて銀行ないないです給料日なんで5万大きいなお前めっちゃ来てるでお前めっちゃ流してるあれお前やからなあそこのありがとうございます払ってんのいやもう考えようにしてるありがとうございます10万なんでやばいやばい来た来た来た今何本か数えるそうやねあ、こっち5万あるわ。今10万今10万やばいやばいやばい。めっちゃあるやん。おいおいおい、待て待て、おい気ぃつけろ。おい、主婦の顔になってるぞ。気ぃつけろ。タレントの顔ちゃうぞ。11万6000円。
11万6千円と、株券がやばっ。でもな、そのお金的にはそんな変わらへん。俺も 10万6千円ぐらいある。え、めっちゃあるやん。そんなに変わらない。確かに、俺さっきゲーセンで神って呼ばれたな。うちらも呼ばれた、うちらも呼ばれたしな。で、俺か。はい、いくよ。はい、なんなんそのゆるさ。なんなんお前。危ない橋を渡ってみた。8000円払う。8000円なんや、いらんな。何や、危ないやざっくりしてんな。概念ですね。概念。今これだからギャンブルエリアに。あ、ギャンブルエリアに。あ、ああ、そういうことだね。てか、あれ忘れてた。何や、まだかな。何なんお前ら。え、もうないやん、このエリア。え、俺らこっちってええやん、別に。違う。そうだから袋のところは別に、うん、今、今は大丈夫です、まだ制度。最悪やん。僕のギャンブルエリア行こうや。行こうか、うん、うん、行くんや、はい、行くんや、うん、早く着きたいんちゃうんや。いやいや、ちょっとこれはちょっと金をな、稼ぐわ。入場料、入場料言いますよ、5000円。なんぼ？5000円ってことはもう相当もらえるぞ、これ。そうね、こんな入場料だけで出費で、これで札置き場に置いてって書いてます。5000円をここや、置いて、ここに置いて、うん、5000円。すごいギャンブル、すごいな、なんか悪いことしてるみたいやわ。置いて、うん、エリアは、うん、ルーレットを回し、うん、次に進むのを決める。あ、でもここで決めていいんや、はい、1回けど、エリアは1マスずつ進むって書いてるね、うん、はい、10、だからこっちですね。全員で札置き場に掛け金を5000円ずつ置いてルーレットを1回ずつ回す。一番大きい数字を出した人が勝ち。賞金として札置き場にあるお札を全部受け取る。おお、うちらも5000円。またもう1回5000円。いやいや、そのお前ら今ギャンブルエリアおらんのにさ、そのギャンブラーの顔してるからさ。いやいや、結局やで、だから全員やから、もう1回回す。5000円や、5000円だよね。なんでお前らそのエリア行ったらお前らが親みたいな。近いだけ、近いだけ、うん、4人でやりますか。4人で4人で1日で楽しもうとするな、お前。4人でやるか。はいはいはい、一番高い方がってことね。はいはいはい、じゃあ俺行こうか。はい、1、1、1、あー、でかい。どっち？8です、これは8ですね。でかい。はい、これはでかいよ、はい、お前ら。よし、先行くな。そこがお前と俺の違いです。7ね、はい、袋、まあ、まあ、合計違う違う、一番大きい、大きいやつ、色が色本、うん、もうちょっと安心やな。なんか飛んだ、なんか飛んだな、石、あんな、はい、可能、9から10、うわ、8やったらサドンです。はい、あ、はい、俺らです。お前ほんま俺に助けられてるから。マジで。なかったな。ああ、ええ、まそう。はい、いきます。でも、ゴール近いねんな。3、1、2、3、お、ゴルフでホールインワン。おー、5万もらう。おっきい。いかっす。しゃー、これはやばい。5万保険入ってた、それホールインワン。お前なんか、お前なんか言ってたけど、知らん、知らん、なんかあんねんて、そういうの。入ってなかったらエラボなんで。これやばいぞ、ちょっと。ほんまにちょっと、これえぐい。16万。で、もう俺らもう次これだけだな、うん、そうです、次ここに行きますね、はい、5000円払って、はい、数を2つ指定し、ルーレットを1回回す、うん、お、指定した数が出たら賞金ゲット。何本？賞金100、100、1000万、20万。おいい、すごい踊る機会。いい、いい、すごい、い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 い、マジか、数字選べます。めちゃくちゃ面白い。もう一回読んで、なんで5000円は多分払う。5000円払って数を2つ指定し、ルーレットを1回回す。指定した額が出たら賞金ゲット。賞金20万円をもらう。しょうもな、しょうもな、お前のタレントはお前今日ずっとしょうもない。しょうもな、しょうもなタレント、しょうもなタレントや。これじゃあ1個ずつ指定したらいいじゃないですか。うん、そうやな、数字2個して。オッケー。統計的に俺は結構上の方出してる感じするから、9。いや、9ってあんま出てへんで。
あ、俺じゃあ10。ちょっと張り戻しますね。何がちょっとグネってなって。大きい方の数に出るような。10、俺。これしびれるな、10。ブクロは6。お前あんま6出してるイメージ、お前なんか3とか多かったよ。なんか6イメージないっすね、確かに。じゃあ俺から行くか、はい、10ね。1回ですよ、はい、1回だけですよ。これちゃうよ、どういうこと。2人2つ選んで1回回って。ああそういうことね。あ、じゃあまあ袋1個あるじゃん。当たり前やないか。えぇ、ー、しょうもないやつの相方や。しょうもないやつの相方や。いやいやいや、夢捨ててないの俺ら。ほんと、え、だからね、客2人でもやると思う。マジで10か6。10か6ね。絶対お前の10か6。俺絶対たけしさんこいつ、お前。うわー、うわー、出たー。こういうことだよ。やばー、すごっ。やばー、30万7000円です。やばいな。はい。いくよ、うん。え、この給料ってもらった？もらった。もらった。お前意外に健全だよ。もらってない。もらってない。これゴルフでゴールインワン。5万円。確かにな。え、もらった？もらってないわ。もらってないか。もらってない。多分もらってない。5万もらってない。もらってない。ほら、おかしい。もらってない。未払い、未払い。5万。未払い。うわー。焦ってるな、これ多分。いや、うちらも20ぐらいです、今。やばい、うん、やばいな。で、さっきもうゴールしよう、ゴールしよう、うん、ゴールした方がいいわな。 で、次俺ら。いや、まだや、何してんの。まだや、まだしてへんやろ。ちょっと待って、次のカフェオレ取ってくる。次のカフェオレ。はい、よし、いけ。2。あ、何何、1。子供が結婚、みんなからお祝い。あ、子供おらん、子供おらへん。じゃあ次俺、うん、行くで。今どこにおんの俺。もうギャンブルゾーン抜けるってこと。8。あれ、追いついてきてんじゃん。2、3、4、5、6、7、8。ベビーシッターの副業をする。子供がいる人全員から2000円ずつもらう、はい、おらんからいけるな、はいはい、追いついたよ。追いついてきた、うん、いきますね。やばいよ、3、1、2。あー、やばい、やばい。え、魚に竿を持っていかれた。4万円。めっちゃ取られるやん。いいやね、でかっ。給料ほとんど持ってかれてるやん。ええー、竿ええねんて。はい、いきますよ、うん、こういう時出すね、こいつでかいの。あ、1。全部違うわ。でもいいですよ。あ、株券ないからいい。はい、買っといたらよかったのに。全部違うな。違うとかないやろな。20万取ったのも違うからな。どうせストップやろ。ストップ、はい、うん。子供1人につき、子供いない、約束手形もない、うん、何もないですね。何もない、何もない。決算日か。俺ね、出すで、俺。大きい数字って。俺出すね、ほら。8。1回やってるよね。はい、給料。はい。給料。じゃあ、ルールと。今8は覚えといて。うん。はい、ごめん。4000円。もらっとこう。ライブ1回ですね。何や、もらっとこうって。もらうやん。当たり前やん。ライブ出たくらい。昔のライブ。ベイプロ。松竹のライブやったら。なんか。0-0や。2、3、4、5、6、7、8。子供が結婚、みんなからお祝い、1万円ずつもらい、はい、子供を一人車から降ろす。え、2万円大きなったんや。そういうことや。いや、独立したんや。7ですよね。8や。いや、ここから行ったじゃない。給料日から1やろ、うん、2、3、4、5、6、7、8やんけ。なんやなんやん、しょうもないちゃもん。じゃあ、こっから来たから株価が上がるからやろ。だから株券持ってなかったやんから。1、2、3、4、5、6。あれ、ベビーシッターからか。いや、違う、株価。え、違う、なんか村上、間違ってるわ。ごめんなさい。何、1万円、ほんまに。今のは村上のチャレンジが失敗した。失敗したから、3万円。わかりました。で、これはこっちにもらえるってことね。一番もう失敗。
ックス。おいさあ、やば、やば。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。生命保険満期なってんで。自分ら生命保険入ってなかった。入ってます、入ってます。生命保険に入っていれば10万円もらう。しゃー、マジ？これは止まらんでも。赤は通ったらいいんや。しゃー。まあまあ俺らもらえる。そういうことね。入ってる？いや入ってないよ。入ってるやん。入ってて。あれじゃない？入ってて。じゃ生命保険するや。こいつほんま思んない人生や。でも。なんせどこ行った？ここで。3万5000払わないといけないんで。6万5000。6万5000。すごいね。めっちゃ払うやん。どうなるかな。はい、行きますよ。はい。3。3。よっしゃよっしゃ。うわ、また釣り竿持ってきた。うわー、4万。なんなんお前ら。なんなんお前ら、釣り竿ばっか持ってくる。3、4万。もうもうできる。はい、お前ら。いや、刻んだ方がいいんだよ。ここな、もらうからレモンスだね。すごい、お前、ここ次、お前1出したら5万。5万。あ、次な、2出したら13万払う。うわ、ここすごい。で、3出したら10万もらえんで。何これ。いや、でも、直前見てよ、直前。うわ、あ、株価が上がる。株券1枚に次、8万で売れる。これ、今株券が4枚ある。うわ、すごい、これ32枚で。次見てよ、次。ここ火星に移住する、25万払う。うわー、最後すごいことなってるやん。何出せばいいの、じゃあ。1か3か4やん。1、3、4。でも、もうそれ以上もうゴールしちゃうから、下の方がいい。だから2、5は地獄。地獄、2、5以外。いや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 、いやそれ以上もあかんよ。6とかも。なんで？ゴールしちゃうから。じゃあ10万もらえるから。じゃあそれはあいずれやん。まだまだまだ金が。まだまだやん。おい、ダブル優勝してたらこんなことやねんな。お前ら。500万ずつ入るんだろ、お前ら。死活問題やから、これ。刻んで、だから1か3か4よ。刻める？刻める？あんた刻める？どういう？バイト？厨房バイト？刻める？タモさん刻める？うわ、ちょっと待って、めっちゃプレッシャーやるけど、すごいな。この場合だけ逆回転ありにしたとか。いらんこと言わんとき。いらんこと言わんとき。村上、逆回転ありにしたら怖いな。ない、ちょんって言ってもう一回。スナップ全然違う。逆回転言って、村上、逆回転。聞くな、こんな甘い言う。いけるいけるいける、逆回転。逆回転。違う違う。こっからでいいよ。こっから、1からでいいよ。いや、よくないや。遠いやんか、4。3、4あるやん。じゃって。じゃって3、4。いや、お前決めさせたるわ。じゃあ逆回転で、どっから行くか決めさせたるわ。こんな言うこと聞くな。個人事務所の言うこと聞くな。逆回転で、ああ行く。行かへん。行かへん。いや、こういうの逆回転の方が良かったりするで。関係ないねんから、逆回転なんか。絶対スタンダードに。なんで、こっから始めてみや。逆回転やったら、3、4、そんな上手いことできひん。一応、俺やったのか。俺やったのか。ほら。ほら。ほら。いや、ちょっと待って、地獄へ、ちょっと待って。だって、1個ずれてさ、3、4狙って2行ってみよ、お前。13万やで。もう一回やったのか。もう一回やったの。ちょっと待って。もう一回やったの。だって9から、また9から。だって4、5やった。25万やで、お前。待って、もう一回やったろ。9からな。どの力加減見とけよ。ほらほらほら、ゴールしちゃう。でも7やったらゴール。まだ回してやる。あかんかん。結構回してもたね、今。袋一回止めてよ。袋が狙い通りにやれるコツとか分かるよ。さっきやってんか。お、出せるやんな。いや、男の子の力。あかん。あかん。また一回やってみる。あ、ちん、いい、ちん。2やで。2出たら終わりやん。2出たら終わり。女の子が。でも、まあ、村上。ないぞ、今まで。行くなら行っていい。絶対に行かん方がいい。行くなら行っていい。絶対に普通に回した方がいい。行くわ。やっぱすげえな。スタート選べんねよ。スタート選べんの。9から行くか。いや、9で行きます。9から行く。え、何、スタート選べるってのに。だからここ始めるでもいいし、9でもいい、8でもいい。いや、それやったらだってすること言ってるから。何が5から行ってピンってやったらいいんじゃん。5から行って、5から行って逆回転やで。あ、そうかそうか。うん、
え、じゃあそしたらさ、2から行ってさ、今お前え、1から行くから行ってさ、5なんでもいいと思う。そうや、別に。え、いいの？1から行ってこうやって。いや、1はなしやな。10か9。そうだ、そうでしょ。10か9。あ、9か8やな。なんでだよ、9か8。ちょ、9、もう9で行った方がいい。運で行け、運で。もともと9やねんから。何だこの。何このルール。もともと9やねんから。どうすんねん、村上。村どうすん、もう運やからな。9からの逆回転。これやっぱ意思固いな。迷ってないから。うん、行ってまいじゃん、行きますね。お前、力加減分かってんのか。はい、やってもらいます。もうやってもらいます。やってもらいます。やってもらいます。最後な、最後な。何やってるぞ。見てても分からん。ジャンコにもならんのよ。さあ、行け。行け。村上君。はい、行きます。ちょ、待って。違う違う。お前もややこしい。思ってるよりちょっと強くやる。でも思ってるより強くいくと6まで行っちゃうとゴールやからな。かはい、だからどれぐらいか分かるかお前。まあ、か弱すぎたら行っちゃうもん。そう、弱すぎたら強すぎたら行っちゃうの。弱すぎたら2とかに行っちゃう。だからちょうどいいの。お前のいらねえ。2やん。2はあかんねえ。じゃあ森田さんよりあの強く。強く。ちょっとだけやで。絶対5位か、お前25万ある。25万があるって。お前のやないねんから、結局25万があるから。1狙おうか。1な、うん、行くよ。ちょっと行くよな。お前行くよな。行く、今行きます。おっしゃー。 OKOK。 なんだこれ、もうなんだこれ。力加減あれ。はい、5万、はい、5万。もうあかんね。なんでな、あ、俺はここか。はい、うん、はい、何回しても、はい、9でストップ。はい、ストップで子供1人につき3万もらう。うわ、とかでも1人だから3万な。うん、3万もらう。はい、あんたでもやばいよ。どうする、どうする。じゃあ、分かった。次、カノ。そう、カノ逆回転しちゃった。私もどうする。兄さんが、プラス4は終わり。はい、だどうします。逆回転チャンス。だから1、その代わり9からですよ。で、9からの3を見せてくださいよ。9からもうしゃあないな。暇ないねん。行くぞ。はい、これぐらいで。できんねや。できるよ。できるよ。もう一回行こう。実証された。1やったらやばいね。終わりやな。1やったら終わりです。はい。今のは地獄を、あの地獄パターン。その辺はもう、あれよ。どうする。村上、見せたれ。見せたれ。3やで。うちのやつな。3やで。お前のやつ。3止まったら32万やからな。そうそう。見本やで、見本の。どっから3いけるかっていう話やろ。ほら、もう終わりや。13万や。思ってるより強く。思ってるより強く。はい、カノ行けや。行きすぎや。もう一回見せてもらっていいですか。9から。見てもしゃーない。ああ。え、どうしよう。普通に回すか。普通に回すのは別にありなんですよね。普通に回すのはありやけど、普通に回したらゴールの確率の方が高い。高い。だってもうさ、ちょっ言ってもさ、1取っても言ってもまだゴールチャンスあるから。あるからな。そうそう。やったら。いや、逆回転。一回デモンストレーション普通に回してみてください。いやいや、それ今までやってないよ。9からな。9からな。何意味が分からんよ、それは。おー、3やな。これでまた惑わせるな。惑わせるよな、これで。今普通に回して3出してるでしょ。そう。じゃあ普通に回してもよくない。でも、うまい、力加減見てた。力加減俺の普通に回そう。普通の力加減で。これでもクリアしちゃうよ。クリアしちゃうからね。カノ、普通回し一回やってみたら。練習。9からね。9から。練習。何がしたい。3、1、2、3、絶対3。無理や、無理や、そんな。
はい、もう上がりです。この時点で。で、裏で、一回やってみ。練習させてくれ。おまけやって。あ、もうあかんね、これでも。お前強いよ。お前全然あかんわ。傾向と対策を練ろうとすんねんな。もう一回だけやから。うちだってやらせてもらおう。もう知らんわ。もう一回やりたい。うちだってやらせてもらおう。村上なんかゼロでいったよ。どうすんねん。どっちやねん。どっちや。逆回転。逆回転。で、1やったら地獄です。1、4は地獄です。地獄で。はい。2、3です。2、2いけるわ。緊張するわ。全然ダブルより緊張する。そんなわけないやろ。オッケー。普通に回したらな。2、2、2、2。いけよ、もうこれ本番やぞ。いけよ。いきますね。2、2、2、いける。いける、絶対にいける。おーっしゃー！いらんこと言うなよ、お前。いやー！おっしゃー！見たか！見たか！見たか！いやいや、これやばいよ。やばいって。お前、超強いな。10万してきた。ちょっと待って、俺ちょっともう一回やらせて。もうええ！お前がやっても関係ないよ。いや、やばいやばい。じゃあ行くよ。俺や！違って！違って！いや違う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 俺も久しくこれ触ってんやん。当たり前や。触り忘れてた。どこ狙うんですか。これよ、カジノでつきまくる。2、4、5。5よ。で、5は何番。5、8万。うわうわでかい。いくよ、もうこれもう。いくよ。はい。うわ、3。やばい。1、2、3。初孫にランドセルを買う。4万。4万払う。うわぁ、お前逆回転やらんから。やった方が良かったのに。最悪やん。お前だけやね、逆回転。まだ受け入れるの。ひよってもお前だけやね。普通に回して金払うのは受け入れるもん。ほんでや。ここよ。ここよ。もうなしですよ、逆回転は。はい、なしです。あ、じゃあ。もう2。これえぐいで。1なら天国、2なら地獄。3個なら、ステイでゴール。全然確率的には低すぎる。1すごいな。1すごい。だからこれ逆回転のチャンスあったら1を狙うっていうのはあったんですよ。わかりました、じゃあ。なあ、お前それで俺だいぶマイナス食らっとんねん。8からの逆回転。9からダメです。ダメなんですか。8からです。はい。何の8なんです。いや、こいつは9からの1は出せるやつなの。わかる。いやいや、でもそれやったら、そんなもん2に行く可能性ある方がええか、9の方がええやん。違う違う、こいつは1出せるやつやねん。お前何も知らん。お前だけやってないに逆回転。8ややってへんよ。8からの2って確率低いやんか。でも9からの1狙っての2はあるやん。でも10があるからね。でももうゴールやん。でもこっちとしては2を出させたんやんか。じゃあ見とけよ。あのゴールやん。でもまあゴールはいいもんね。そうだから2を出す可能性がある方がええのよ。じゃあ10からってこと。10なんてだって。いやいや、これで終わりや。9じゃ、9や。9がちょうどええじゃん。いや、あ、確かにね、9で1か2かってことですね。そうそうそう。でもこいつ9で実績あるからな。なんなん実績。1出してる。出したんだ。9と1。そうやね。なもん、もう毎回運や。それも加減じゃわからんやろ、そこまで。忘れてるやろ、もうその感覚を。うん。いきますね、じゃあ。え、もう行く。9で逆回転いいんすか。1か2いいよ。うそ。袋が言ってんねんから。いいですかね。いいよ。え？どっちが8の方がいい。いや、そんなんないね。1狙いだもんね。1狙い。いや、行く。いや、俺は2行くような気をする。やった。8から行っといたらここでビターって止まるで。いや、ならへんよ。8から行ったら。え、どういうこと。行くとこ選べるんすか。ギュ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 ビターハイジなるよ。え、どっから行ったらいいんすか。八ですか。八。いや、村上はね、さっきうまかったっすもんね。村上はさっき九から一。じゃ、九から一と八から一は全然違う。八から一の方がむずいね。むずい。でも、結局、十二ってもゴールやから。二を出させたいね、こっちとして。だから、九や。強く行き過ぎての二。お前逆回転のこと、何も分かってない。分かっとんねん、ここで。
前だけ9って言ってないねんから、な9から行くか。9や9や。え、いいんすか。なあ、9やったら行ってまうよ。9やって。なんなお前。9、いや、8からの2は行きにくいやん。1回じゃあやってみよう。9から、9からやってみてください。1回やってみよう。9からな。うん。あ、もう全然っすよ。全然ちゃうやん。全然分かってない。全然分かってない。まあ、むずいな。1だ。9からいいですね。村上、マジこれすごいぞ、1出したら。どえらいぞ。これプラス32万やから。いや、やばいわ、そんなもん。ただ、2を出したらもう地獄です。地獄よ。2出す。これは2出す可能性もあるってことですよね。うん。え、逆、どっちしますか。逆回転。お願いします。こいつはもう今、お前が生み出したみたいな。今逆回転の第一人者やからな、こいつが。パイオニアやから。まあね。じゃあ、行かしてもらいます。ちょ、ほんま頼むぞ。2出した。2行ったら地獄です。はい、10、まあ、分かんない。1やな。行きますね。60万。おい、出た。出ました。出ました、出ました。ちょっとやりすぎやな。そんなことしてた。はい、はい、ちょっと違うな。はい、ありがとうございます。32万です。これを32万です。えぐい、えぐい。いいねんな、はい、ゴールしてからの方がもしかしたら高値で売れるかもしれない。いや、でも大丈夫です、大丈夫です。低いよ、これは。よし、俺、はい、俺ですね。2を出せばいいね。2出せ、2やな。2出せ、無理やと思う。いくぞ。へぇー、へぇー、出すな。8万。へぇー、計算。はい、プラス8。書いといて。で、まあまあ普通に回します。1以外もね、1出したら終わりですね。普通に回して、いやでも確率が低いもんね。まあ10分の1や。10分の1ですもんね。ああ普通に、普通に、まあ、マジで。え、そうでしょ。まあこれはもう逆回転はない、ない方がいいな。ないよね、ない方がいいですよね。ああ、いいねんな。大丈夫、大丈夫。どっから行く。2でいいか。2から、9からや。これでも1。9から。そうか、まだ1行く可能性。そう、1引く可能性あるけど、それはもう、これはもう最後の最後のやつ。運試しよ。普通のルールね。ルーレットね。マジ大丈夫。大丈夫、自信あり。全然いける。オッケー、行きます。1来い、1来い、1来い、1来い。でもまだ分からんで、これ。ほんまに。もう牛歩やな。だから、うん、2や、うん、いくよ、うん、あれ、やばい、ゴールしちゃう。やばい、ナンバー1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、でも関係ない。うわー、うわー、お前最悪やな、マジで。最悪や。うわ、お前この終盤で逆回転せえへん。どういうこと。最悪や、こいつ。うわ、マジで。これ終わりや。終わり。え、でもまあ、まあ、とりあえずこれ。あ、給料、給料。10万。プラス10万。最後。最後1出す可能性あるからな、まだ。俺が逆回転。逆回転。いや、逆回転。もうこれ袋行けよ。ここ、最後。ウィニングラン。普通に回すでしょ、だって。1は避けれるもん。どうな、もう行こうか。2着。まあ、でんか。まあ、でんからこんな1なんだ。行くで。大回しですよ。うん。行くで。一出ろ、一出ろ。めっちゃ、お、チョロ Q ぐらいやってるやんけ。なんやねん、お前それ。おいゴール。で、5万円。うん。5万円ね。はい。でももう引くような額やったらもうやめといた方がええと思うで。何がですか。え、何がですか。その YouTube 見てる人が引くような額やったらもうやめといた方がいいと思う。あ、いや、もらいます、もらいます。引く額まだは、いや、オクラにした方がええと思う。いってない、引くような額やったらめっちゃけっちゃしてるで、これは。33万。いや、もう袋かわいそうやわ。お前らがやりだしたやん。袋が、お前らがやりだして言うとんの、これは。もう袋かわいそうや。これ37万。ほんまに、なんぼほど袋からとんねん。かわいそうや。69万。69万とプラス10中数やから、79万と6000。袋かわいそうやわ、それ。79万。ほんまに株券も、株券と、はい、ゴールの10は計算したいんや、はい、79万6000円。はっきりと言うたな、79万6000円。発表やめたってや。発表しますか。袋かわいそうやって、ほんまに。じゃあ袋79万も持ってへんで、こいつ。
かわいそうやわ。俺がこっちの額ね、はい、お願いします。50万1000円ありがとうございます。でもいったな、結構いったな、結構ありがとうございます。一種報いるぐらいはいったな。でもなんかもうなんかファンタジーに思い出たもん、なんかこれぐらいいったら、うん、なんかさ、もうな、うん、逆回転ってなんなの。なそのキスでなんとかチャラにしたときに。それはないっすわ。キス、いや、それお前に聞いてないね。村上に聞いてる。こんだけやってね、頑張って株券も死守して。村上に聞いて、お前に聞いてない。委員長にもなって、79万。え、お前はキスしますか。絶対に嫌です。しませんよね。はい、じゃあちょっと一回黙っといてください。ちょっと待って、こんだけやって、なんだよ。ちょっと待ってよ、お前。おかしいやちょっと待って。村上さん、あのキス忘れられないですよね。お笑い、村上さん。お笑いじゃないから。79万やろ。村上あれいくら分のキスやってあれ。なあ、村上。あれは5万です。あれ5万。5万減らしてくれ。キス1回。まあまあ、折半ですか。なら全然折半でもそうだから。いやいいよ、別に折半で払ってええやん。折半ね、うん、折半してください。なんぼなん、え、結局なんぼなん。79万6000円。めっちゃ高いやん。まあ、だから80万やろ、約80万、40-40や、はい、40-40です、うん、40-40、じゃあ払ってください。なんでやねん。40-40やねん。